あなたに顔色をうかがせ、おじゃちょちょちょち。緊張の糸がほぐれてしまった。へいへい。なにこれ。結局何も学んでないみたいね。シェンダトゥモニカちゃんには気分が悪くなったって言っておいてくれる？怪しくしとらんよし、3人ともみんな詩の交換は終わったわよね。そろそろ文化祭についての話を。ちょっと待って、今なんか変な感じしたの、私だけ？え？確かに何かがいつもと違ったような。ええ、モニカちゃんの呼び方がいつもと違う感じがしましたね。呼び方？呼び方なんて別に決めてないわよ。はあ。じゃあ一体なんでこんな変な空気なの？ユリも変な感じだし。よどんだ空気は大抵何か不吉なことが起きる前兆です。それはお前の本の中での話だろ。あのな、違いだなんてただサヨリがいないってだけだ。ああ、そうみたいですね。はあ、普段サヨリがどれだけ部活を明るくしてくれてたかがわかるわね。彼女がいないとまるでみんなのバランスがちょっと崩れちゃうかのような。それで一体どこ行ったのよ。おしっこにでも行ったのかと思ってたんだけど。なつきちゃん、もう少し上品に言ってください。あ、それ何よもう。ああ、なんか少し具合が悪いみたいだから早めに帰ったんだ。そうなのですね。大丈夫だといいのですが。なんかひどくない？具合が悪いってのにあんたは一緒に帰ってあげなかったの？あんたらいつもイチャイチャしてたじゃない。あー違う、まず俺とさゆりの関係を誤解するな。それから今日はなんか俺を避けてるみたいだったから無理させたくなかったんだ。へえ。なんてよりによってゆりがあんな興味深そうに。みんな落ち着いて。私もちょっと前にさゆりと話したけど大丈夫そうだったわよ。さゆりはなんて言ってた？それよりとにかく文化祭の残りの準備をしなきゃいけないから、みんな週末に何をするのか決めましょう。私はもう決まってるわ。ええ、夏希はカップケーキを作るのよね。でもいろんな味でたくさん作らなきゃいけないし、一人で大丈夫かしら夏希。受けて立つわ。そして私はパンフレットを作って印刷してくるわ。さゆりはそのデザインを手伝ってくれるそうよ。そしてゆりは、ゆり、あなたには、ん？みんな、何かゆりができそうなこと考えるのを手伝ってくれるかしら。オープン失礼。私は、どうせ私は役立たずですよ。おおらくもらっちゃった。違うわ。そんなことないわ。あなたはこの中で一番才能がある人なのよ。それはそれで夏希が、俺見ろ。今度は夏希が拗ねちゃってる。俺にもこの空気の違いが分かってきたぞ。今までさゆりの影響力を軽く見てたけど、あいつがいないとこんなにもモニカに負担がかかってしまうんだな。ユリ頑張れよ。うん、本当だよ。大変そうだなっつって。鼻ほじって。ああ、それは本当にそうかもしれないわ。でも部長の役割を果たせないなら、私は人として成長できないわ。だからユリ、あなた字をきれいに書けるわよね。だから雰囲気作りとして横断幕とかの飾りを準備をするのはどう？なかなか重要な質残ってたな。
ことで雰囲気、それなら私雰囲気大好きなんです。ユリの表情は突然変わり、机を見つめてうなずいていた。もうその気になっているな。素晴らしいわユリ、すごく助かるわ。夏希は拗ねたまんまだな。本当だよ。それじゃああとはあなただけね、フリ君。俺は本当の役立たずだぜみたいな扱いされたそんなこと言わないでよ。っていうか夏希にもユリにも少し大変な仕事を任せちゃったから、どちらかに手を貸してあげるといいんじゃないかしら。もちろん私を手伝ってくれてもいいし、そうしてくれるなら私だって本当に助かるわ。それは要するにモニカは俺に週末はこの中の一人と一緒に過ごせって言っているのか。そんな提案に彼女たちはどんな反応をするんだ。ああ手伝っていただけたらきっと助かります。まあもしあんたが料理できなくても引き受けてもらう雑用ならいくらでもあるから。いやモニカは私に選択肢を与えてくれてないわけで、あんたに黙って見てろってわけにはいかないしさ。なぜか夏希は言い訳をしている。かわいい私の記憶が正しければ、夏希ちゃんはカップケーキ作りは一人でしたいって言ってましたよね。それならフーリさんも邪魔したくないって思っているのでは。ですからつまり担当直入に行ってフーリさんには飾り付けの手伝いをしてもらうのがいいと思うんです。ちょっと待ってよ、そんなこと言ってない。それに飾り付けってそんなに大したことなの？なんかさっきからいろいろ言ってるけどさ、あんた単にフーリと何を言ってるんですか。飾り付けはとても細かくて大変な作業なんですよ。じゃあ料理はそうじゃないって言いたいの？あんた何を思ってそんな。ちょっと少し落ち着きましょ。結局どうしたいかはフーリ君次第だと思うわ。それにフーリ君は私と一緒に過ごす機会だってあまりなかったでしょ。だから彼も私のことをしれっと売り込んできたどう？あんたさっきはどちらかにって。私も納得いきません。ごめん、ちょっと言ってみただけだってば。ああもうさっさと決めてよね。そうね、フリ君もそれでいいでしょ。最終的にあなたが決めるでしょ。ああもちろんだよ。うん、それでいいと思います。そういうことで。みんなが俺の方に視線を向けてきた。当然ながら俺が手伝うのは。じゃあここにさよりが出てくるんだしかも意味ありげだよね。誰に行く、普通に行ったらゆりかな。ゆり行くか。まあ今までゆりちゃん攻略してるからね。そうだね。まあそういうことならゆりを手伝おうかな。私？あんたそれ本気なの？なんでまたそんな。夏希また何か意地悪を言うつもりね。違う、ただ私はもう。それじゃフーリ君はユリを手伝うのね。そうだな、そうすることにしたよ。よかったです。私考えすぎてしまう悪い癖がありますので、フーリさんに協力いただけるととても助かります。それはよかったわ。夏希、カップケーキ作りの方は一人でできそうかしら。大丈夫よ、一人でもできるって言ったでしょ。そうだったわね。夏希が少し不機嫌そうなのは誰が見ても一目瞭然だ。それで準備することはこれで全部なのか。うん、これくらいだったはず。みんな、なんだかワクワクしてこない？ドキドキしてくるかな。
ええ、ワクワクという言葉とは少し違うかもしれませんが、でも少しだけ楽しみな気がしています。フーリ君も同じ気持ちかしら。俺？まあどんな結果になるのか楽しみではあるかな。私としてはそれで十分。夏希はどうかしら。夏希ちゃん。何よ。なんで私みんなから責められてるのよ。私何もしてないじゃない。違います。そんな風に言ったわけではなくて。あの。ユリは不安げにみんなを見る。なんだかごめんなさい。私、なぜフーリさんが私を選んだのか全然わからなくて。それに、あなたのカップケーキは最高なんです。怒らせんか？私のお茶とも本当によく合うんですから。私が何をしたってそれにはかなわないんです。だから、わかったから。それにしても驚いたわよ。何が？まあ、幼稚なこと言っちゃったのは私なんだし、それは理解してるわ。でも、あんたが突然、私のことを励まそうとしてくるだなんて。私、こういうことはあまり得意ではなくて、何か気に障ることを言ってしまったのならごめんなさい。驚いたのは夏希だけではなかった。ユリの言葉には、モニカも俺も驚きを隠せない。平然としてるよ、モニカさん。いや、もうびっくりしすぎて固まった。びっくり しすぎて無表情。カチンってなってる。カチン。思いを言葉にするのが苦手な彼女が、誰かを励まそうなんて、勇気がいることだっただろう。だが、俺も分かってきた。ユリは、セオリの役割を果たそうとしたんだ。完璧ではなかったとしても、セオリが言いそうなことを言おうとしていたことは分かってきた。伝わってきた。セオリはいつだってみんなを明るくし、笑顔を与えてきたからだ。まあ、ちょっとだけありがたかったわよ。なんでもないことなのに、突っかかっちゃって、ごめん。でも、これだけは言わせてもらうわ。一番注目を浴びる出し物は、私のカップケーキなんだからね。文芸部。はい。信じています。そうね。みんなで精一杯頑張りましょう。それじゃあ、今日はここまでにしましょう。そろそろ帰りましょうか。よし、それじゃあ行きましょう。みんなが帰り支度をする。話しながら部屋を出ていくモニカと夏希に続いて、俺も部屋を出ようとする。あの。はい。え？俺は振り向いた。ごめんなさい。今週末、連絡を取る手段がないことに気づいてしまいまして。ああ、そうか。俺もすっかり忘れてたよ。電話番号でも渡そうか？そうですね。それが一番いいですね。文芸部で LINE のグループ作れば。確かに。LINE というものがないかもしれない。よし、それじゃあ。俺とユリは電話番号を交換する。わかりました。それでは、日曜日はあなたの家に伺いますので。え？俺の家？何か問題でも？いや、ないけど。ただ、俺が手伝う側なんだから、こっちがユリの家に行くものだと思ってたよ。ああ、そういえばそうですね。でも、よければの話なんですけど、私が、フーリさんの家に行けたらなって。わかった。別に問題はないぞ。理由については深く追求しないことにした。きっとそういうことだろう。どういうことだろう。どっちでもよかったわけだが、部屋の掃除ぐらいする必要があるな。俺も力になれるようにちゃんと手伝えたらいいんだけど、俺にはお前のような発想力はないからな。ウリさん、
そんなに自分を過小評価しないでください。私たちはきっといいチームになるはずです。たとえあなたが単なる同情で私を選んだのだとしても。待ってくれ。まさか本当にそう思ってるのか？わからないんです。私なんかを選んでくれた理由が他に見つかりませんし。はい。一番常識的な理由を忘れているじゃないか。ユリを手伝いたかったから選んだんだよ。でも。ユリはとても張り詰めた表情で何かを考えていた。ユリ、考えすぎだって。お前が考えすぎているときは、こうやって俺が指摘してやるんだったよな。え？私、気づかなくて。さっきも言ったが、お前を手伝いたいんだ。ただそれだけなんだよ。信じてくれるか？私…ユリは再び考え込んだ。しばらくの間、俺の目をまっすぐに見つめる。私、信じます。やっとの思いで、その一言を放ったユリは、表情を緩める。日曜日、楽しみにしてますからね。ああ、俺もだ。こうして会話を終えると、俺とユリは教室を後にした。一緒に帰ってる。信じられない。日曜にユリがうちに来るなんて。期待と不安で心がいっぱいになる。彼女とうまく付き合えるようになってきてはいたが、学校の外だと何があるかわからない。それより彼女も楽しみにしているとまで言っていたし、何かことを起こすチャンスではないだろうか。言い方が不穏。いや、それにはまだ早すぎるか。まず A からか。A からとかやめなさい。その時にならないとわからない。でも、当日までそのことばかり考えてしまいそうだ。本当に待ちきれない。ワクワクしてる。ルンルンだな。